皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。今日の朝はね、少し冷え込みましたね。日中はまたね、気温が上がってきたんですけど、今日はね、朝出かけてまたお昼からね、合わせてね、楽器をね、詰め替えて、出かけたんですけどね、お昼には随分暖かくなって、朝着てたね、上着はね、ちょっと置いていくことにしました。で、本当はね、もっと早く帰ってきて、まっちゃんとね、もうちょっとまったり過ごしたかったのですが、なかなかいろいろとね、合わせも伸びてしまいまして、合わせの後にちょっと打ち合わせもしてたのでね、なので、帰ってくるのがちょっとね、夜のレッスンギリギリになってしまったので、まっちゃんとの包丁の時間はちょっと短くなってしまいました。明日ね、なんとかしてお詫びの時間を取りたいと思います。さて、今日はですね、未来の受験生ですね、まだまだね、ちょっとね、受験までは時間があるんですけども、のレッスンをしてました。その子がね、フランス物を持ってきてたんですけどもね、フランス物には当然のごとく、フランスの作曲が書いたフランス語でのね、指示があるわけなんですけど、音楽用語って大体ね、基本的にはイタリア語が多いんですよね。で、フランスの作曲家であっても、使うの、例えばドルチェとかね、そういうものは全部イタリア語を使っているわけなんですよ。で、そこに、例えばこの音名を言うときにはドイツ音名が入って、で、コードで話すときには英語になる場合があるわけですよね。で、その度にこう読み方が変わっていくから、こうやって覚えていくといいよっていう話をしたときに、もうややこしすぎると本当ですよね。国がいろいろとね、ランダムにこう入るのが、ややこしいわけですよ。で、なんで英語で統一されないのかっていう話をね、してはったので、今日ね、レッスンでちょっとその話をしてたので、今日は皆さんにもね、少しだけ、そもそもね、以前もお話しさせていただきましたけど、音楽を、なんていうんですかね、楽譜という形で後世に伝えるっていう手段ができたのって、正確にね、きっちりとした形で今皆さんが使っているようなものになってきたのは、もう本当に17世紀ぐらいからなんですね。で、それもイタリアで、大体こんな感じで寄付をしていきましょうかっていうのが決まってきたわけなんですよ。で、ヨーロッパの、いわゆる西洋音楽と言われるものですね、私たちがクラシック音楽として馴染んでいるものなんですけども、基本的には、教会がその町にありまして、教会を中心にこう音楽って広がっていく時代だったわけですね。中世ルネサンスずっとね、こうつながっていくんですけども、で、その中で、何が起きたかって言いますと、やっぱりね、キリスト教の聖地といえばねイタリアの方にありますよね。で、こちらの方が、やっぱり、教会の力も強かったので、イタリアの方で寄付法がね、こうね、発展していったのと同時に、こうイタリアは音楽のね、中心地でもあったので、イタリアの優秀な演奏家たちがその寄付法と一緒に、諸外国をこうね、演奏して旅をして、で、それが世に広まっていったと。で、そうなってくると、やっぱりね、その方たちが使ってた言語っていうのはやっぱり強いわけですよね。なので、音楽の中心地がイタリアであったこと、イタリアでこう寄付方法というのがね、こう定着していって、それが、教会を通じてこう世にね、広まっていったっていうことが一つのきっかけになってますね。で、そうですね、他にもいろんな理由はあるんですけれども、やっぱりね、その当時音楽をするならばイタリアっていうぐらいね、イタリアでのこの、音楽が盛んであり、憧れでもありっていう形で、で、私たちは非常に戦後の音楽教育として、ドイツがね、非常に強いっていうね、イメージを持っている世代の方いらっしゃると思うんです。私と同じぐらいの方もそうだし、もうちょっと上の方もそうかな。でも、意外とね、時代によってはドイツの音楽は若干野暮ったいと言われる時もあったりなんかして、で、イタリアは洗練されてるとかね、フランスは流暢だとか言われる時代があったわけなんですね。なので、時代によってこう国としての捉え方、音楽の発展の仕方っていうのが違ってくるっていうところがまた面白いところなんですけど、何にしてももっともっと昔の状態だとこうね、どんな音楽をしてたかっていうのを形に残していくことが難しいわけですよ。
例えば宮廷舞曲とかでダンスを、形に残すのも舞踏譜というものがねこう編み出されて、やっと、まあ、私たちもこうね後世になってからその舞踏譜を読み解いて、あ、こういうダンスを踊ってたんだなっていうのが分かるわけなんですね。もう本当に私たちの時代は今もう YouTube もそうですけども、間違いなく動画という形でねほぼ全てのダンスを見ることができるわけなんですけど、その当時は当然そういうものもなかったですし、まあ口伝いでこう伝承的にやっていたことを、国をまたいだり言葉が変わったところでもこう通じるように形として残していったっていうのがね大きな転換期になるんじゃないかなと思います。まあ、そんなわけでですね、今私たちがこう読んでいる、まあ、五線譜というのもいずれねまた形が変わるかもしれないんですけど、以前もね動画でお話しさせていただきましたが、五線で済んでない時代があったわけですね。一番多い時は10本ぐらい書いてあったりなんかして、そんだけあると今の私たちから見るとこれは逆にどの音なんだろうって思ったりしますよね。なのでまた100年後200年後ね音楽の世界は変わっていってるであろうと思われますし、今やってることがなんて面倒くさいことをやってたんだろうなんて思う日がやってくるかもしれません。でも私はやっぱりねいつもね昔の音楽をやるたびに思うんですけども、昔の作曲家とか演奏家の方が、優れたところが多いんじゃないかなと思ったりします。例えば私たちね本当に日常的に今は紙というものがねたくさんこう手元にあるわけじゃないですか。で何かあったらこうメモをして、でメモミスったらくしゃくしゃっぽいとか平気でしてるわけですけども、楽譜がそもそも形として残るためには紙がないとダメ で紙ができない時っていうのはどうしてたかって言ったら、羊皮紙って言ってね羊のこう皮をねこの伸ばしてそこに書いてたりするわけですよ。なので当然、まあ、紙もそうですし、そういうものも非常に高価で、例えば1枚の楽譜とか1冊の、ね、楽譜とかで家が一軒建っちゃったなんていう時代があったわけなんですよね。以前もちょっと動画でお話しさせていただきましたけど、綺麗に、ね、装飾されているものなんかはお嫁入り道具としてね、日本人が桐のタンスを昔ね持って行ってたかのように大切に大切にこう、ね、運ばれてたわけですね。なので今でもきちんと形として残っている楽譜っていうのはこう美術館でね展示されていたりするので、私たちもね見に行ってこう目でねその感覚っていうのをね確かめることができるわけなんです。もう触ってみたい気持ちも、ね、すごくあるんですけどね。でもまあ後世にねちゃんとつないでいかないといけないことなので、まあ目でこのね毛羽だったね表紙の部分とかをね見て、あ、この時代って本当に大変だったんだなっていうのと、まあ、五線のねよくソプラノ記号っていうのがあるじゃないですか、とか半音記号とかね。でこれは何で起きたかって言ったら、もう楽譜がね紙が何石彫だったので、上にも下にも下線をね足していきゃいいっていう問題じゃなくて、なるべくコンパクトに収めなきゃいけなかった時代があったりなんかして、で、まあ編み出されていったわけですね。いわゆる胴の位置を自在に変えれたら、まあ、上にも下にも下線を足さずに五線の中に収めることができるとかね、本当に最初に考えた人はすごいなと思います。でね、もう紙のない時代は、今は作曲家は、まあ、パソコンで打つことが多いですけど、一昔前だと紙にこう書きながらモーツァルトにしても何にしてもね書いて、書き損じたのをまた直してって言ってやってた時代があったわけなんですけども、それよりももっと前の時代とかは頭の中である程度の構造ができていて、でそれを、まあ、五線に書いていくわけなんですけども、すごいなと思うのが、スコアをない状態で、パート譜だけでね書いていくんですけども、実際に頭の中ではスコアがある状態っていうのがね昔の方はできたわけなんですよね。すごいなと思います。もう今なんかはどういう風になってるかっていうのは、何だろう、実際にスコアに起こさないとね、目で見てこうね感覚として捉えられないんですけども、昔の方はそうですね、いわゆるメロディーと伴奏っていう形じゃない状態、それぞれのパートが旋律っていうようなね時代があったわけなんですよ。ルネサンス期とかね、そういう時でも
なんか頭の中でスコアが出来上がっていたらしくてね、鳴ってる音がね頭で鳴ってたらしくて、羨ましいなと思います。なんか逆に今ね、いろんなことが科学的にこうね進化して、人間は退化してしまったのかなって思ったりとかします。特にね、昔のね、あの音楽に触れたりとかこう勉強するたびに、あの実にねトリッキーな瞬間があるんですよね。でこれを自然に感じれてたっていうのは素晴らしいことだなぁなんて思ったりなんかします。まあ、そんなわけでですね、大変ではあるんですけども、音楽をやる上で楽譜には、その国の言葉と、で基本になるイタリア語、音楽用語と、で、割と音楽、クラシック音楽をやってる人が使うドイツ音名ね、の読み方と、で、やっぱり日本にいますから、日本のあのハニホヘとイロハっていうのも基本で覚えておかなければいけませんし、全世界共通で、英語読みですねもちゃんと、覚えていった方が、いろんな国の方とされる時にね、あの共通の音を指す言葉として非常に大事なので、受験をされる方はね、なんで英語だけじゃないんだ、ドイツ語だけじゃないんだ、フランス語だけじゃないんだって思うこともね多いと思いますし、ここに来てなんでイタリア語をいっぱい覚えなきゃいけないんだって思うでしょうけど、頑張って覚えていっていただきたいなと思います。で覚えるときにはね、ちょっとしたコツがありまして、元になってる、単語だったりとかシチュエーションだったりとか、そういうものをね関連付けて覚えていくといいですね。例えばもうドルチェなんかね今年はね香水でねドルチェ&ガッパーナーノでドルチェでね、皆様一般の方も耳にされてるんじゃないかなと思うんですけど、ドルチェっていうのはね、例えばイタリアンレストランに行ったら、メニューの一番最後らへんに書いてあるんですよね。何かって言ったらデザートのことなんですけど、ドルチェという単語がイタリアで、指している言葉っていうのが、甘くとか優しくとか柔らかくとか甘美な、まさにデザートを象徴する言葉なんですけど、デザートといえば、優しく甘く、そうだったなみたいな感じで関連付けさせていくといいんじゃないかなと思います。またね、フェルマートの話とかもねしていきたいと思いますけれども、イタリア語のこの音楽用語って割と覚えてしまったら、例えばのだめカンタービレのカンタービレとかもそうですけどね、一度覚えてしまうとこう関連付けると非常にね残りやすい響きのものが多いので、そういうあたりでね楽しみながら、受験に向けて、またご自身の勉強に向けて、いろいろとね単語を一つずつ覚えていかれるといいんじゃないかなと思っています。それでは皆様、またね。